はい。皆さん、こんにちは。渡辺博士です。今回は、ギレの野望順独立戦争機ジオン軍編、難易度ハード続きをプレイしていきたいと思います。前回はマドラス基地攻略を行いました。このマドラスを足がかりに、この後は北京の攻略を行っていきたいと思うんですが、並行して、アフリカキリマンジャロ基地攻略していきたいと思います。今ご覧いただいているとおり、キリマンジャロ基地かなり連邦の守りが手薄そうなので、すでに軍の移動を開始しました。今回投入する軍なんですけども、第7軍のギニアスの軍団を送り込んでいます。ここはですね、なんといってもやっぱりノリスですね。このノリス中心に一気にキリマンジャロを攻略していきたいと思います。我が軍はこれよりキリマンジャロ攻略作戦を開始する。豊富な地下資源を産出するこの地域の制圧は、資源の乏しい我が軍にとって重要な価値を持っている。諸軍らの一層の努力を期待する。兵器の生産なんですけども、しばらくの間はですね、このザクの陸戦型を量産していきたいと思います。地球上での戦線はこの陸戦ザクで勝負をしていきましょう。それと先ほどお話した通りですね、北京基地の攻略も行っていきたいので、今回北京基地の攻略作戦発動だけ先にします。一時的にではありますが、キリマンジャロと北京基地の攻略が、同時に進むという形になりますね。北京へはですね、まずはちょっと大掛かりになるんですけども、キャリフォルニアにいるドズル艦隊、これを投入していきます。ここにはシャアもいますからね。それとマドラスからはインパール、これを経由して陸路で攻め込みます。そしてなんといってもギレン総帥自ら、この北京にはね、効果をしてきてもらいたいと思っています。作戦期間を決定してください。ではこの後ドズルの部隊は早速移動を開始しましょう。そしてドズルの部隊が北京に到着するタイミングに合わせて、ギレン総帥も地球への降下作戦を開始してもらいたいと思います。なんといってもね、このドズルの部隊にはシャアもいますからね、しっかり活躍の場を用意していきたいと思います。では移動開始です。北京まで5ターンかかりますね。なのでこの5ターン後というのを一つの目安に他の部隊の移動も行っていきます。では北京基地攻略作戦です。これより北京攻略作戦を開始する。ユーラシア大陸東岸部に位置するこの地域を制圧することができれば、今後の戦いを有利に進めることができるだろう。諸君らの一層の努力を期待する。続いて開発の状況なんですけども、アッガイとゴッグが来ているので、これアッガイとゴッグ早速開発始めましょう。この後のハワイやオーストラリアトリントン基地攻略ではね、やっぱりこの、アッガイやゴッグが非常に重要になってくるので、ここはね、優先的に開発を進めていきます。ではキリマンジャロの部隊が到着しました。早速攻略作戦を開始していきます。あんまり策略ポイントを持っていないので、急襲と偵察、それに補給支援程度入れておきたいと思います。目標はね、2ターンぐらいで攻略完了したいと思いますので、まずは敵のユニットの状況を確認しつつ、基地中心部に突貫をかけていきたいと思います。策略を実行します。この部隊は36ですね。指揮官はいないようなので、これであればなんとかなりそうですね。この後敵の部隊確認していきましょう。敵ですが、デブロック、あとは戦闘機にガンタンクがここにいそうですね。この程度というところだと思います。ですので味方はマップの上部から入ってきてますので、一部
ザクマリンタイプも用意しているので、主力部隊はこのまままっすぐ南下をして、一部は水中を使って、カイロから基地中心部を目指しましょう。では部隊展開していきます。では敵の航空隊を迎撃していきたいと思います。この序盤の迎撃戦でできるだけね損害を抑えたいですよね。なので集中攻撃で敵のまずは機数を減らしていきます。タンクはやっぱりちょっとそこそこ硬いですね。なので格闘能力の高いグフなんかが生産に乗ってこないと、接近したとしてもタンクをスタックされてると一気に全撃破は難しいかもしれないですね。では、キリマンジャロ攻略戦の第2弾に入ってまーす。まあ、損害かなり軽微で、敵の基地中心部に迫りつつある状況ですね。できればここはね、本当に損害をあまり出さずに、キリマンジャロを攻略したいなと思いますので、被害状況は常に注視しながら進んでいきましょう。ではこれでキリマンジャロの攻略完了というところまで持っていけたと思います。順調ですね。はい、では今回キリマンジャロ基地の攻略完了しましたので、一旦ここまでにさせていただいて、次回はですね、並行で進めている北京攻略作戦、これを本格的にプレイしていきたいと思います。